おはようございます。画家の荻磯です。第240回の鬼高評会を始めたいと思います。この鬼高評会は、次は12月の21日だと思いますので、12月の21日、第1、第3木曜日に募集をしております。で、メンバーの人だけに見てもらいたい。例えば公募展に出す作品やったりとか、そういうのはその前日に、20日に、募集をしております。そして、23日には、勝手に公募展というのも応募しておりますので、年末お忙しのおじさんですけども、ぜひぜひ勝手に公募展、本チャンネルの方にどこかに必ず勝手に公募展についてっていうのありますから、頑張って探し出してみてください。それもお待ちしております。こちらの作品からでございます。能田美佐子さん、大分の夏 B4H からルーク B。去年大分に行った時に遠くの山々がつながり、雲が浮かぶ景色に感激したので描きました。道が山に向かっている感じを出したかった。よろしくお願いいたします。ということで、大分のね、道、どちらの方からなんですかね。鉛筆画でよくこう頑張って描きましたね。大変でしょ。大変やったんじゃないですか。もったいないな。雲もったいないな。雲がもったいないなっていう感じがしますね。僕やったらこういう雲描くときは、やっぱ奥行きをこう出してあげる、この大きなこうね、阿蘇の方に向かっていくのかな、これは。どこの方に向かっていくか分かんないけど、やっぱりこう奥にスーッと抜けていくのをに利用してあげるというか、そういうのを伝えやすくするために私なんかやったらこう使ったりします。で、例えば向こうの方にこううっすら見えるような、山、これ何の山か分かりません。どちらの方向に向かって行っているのか分かりませんけど、例えばもう向こうの方の山はある程度こう見せてあげて、ね、で、まあ、雲描くときも手前から奥の方は徐々に細長いような雲を細長かったり小さかったりとか、向こうの色とこうぶつかり合ってね、あんまりこう目立たないような雲とか、それでこう向こうの方にスーッと抜けていくような感じみたいなのが描けてくればもっともっといいんじゃないかなと思います。もしかしてもうちょっとこう空気遠近法的に後ろの奥の山とかも薄く描いてもいいですけど、このやっぱりこう雲のこう描き方一つでやっぱりこうね、前後関係みたいなのとかも非常に出しやすいですし、あの形とかもですね、やっぱこの道がスーッと抜けていって雄大なこうっていう、でその空みたいなのっていうのが、この辺もったいないな、わかりますかね。わかりますかね。で、まあ手前なんかにこうね、ちょっと鉛筆の濃い鉛筆なんかもう少しこう入れてあげてももしかしていいかもしれませんので、こっちの方がいいかな、少しこう濃いめのなんかこう鉛筆とかをぐーっとちょっとやりすぎ感があるかもしれないですけど、ちょっとこう前後関係を出す意味でも手前の方とかにこうススキとかがわーっとあったりとかね、こう田んぼなのかなね、また九州の山は九州の山で全然違いますもんね。いろんなとこ行ってるおじさんからするとなんかね、もうちょっと濃いめの色を少しこう入れてみたりとかしました。ちょっと前後関係とかを出す意味で少し濃いめの色をちょっと入れすぎたかなとは思ってますけど、キューッとこう抜けていく道みたいなのがより見えてくるんじゃないかなと思ったりします。こういったこう気持ちでですね、シューッと抜けていくんやっていうことを、特に空、もう皆さんにとっても自分から見て上のにある雲とね、向こうの方にある雲っていうのの描き方やっぱ変わってきますよ。上の方にある雲ってね、影の部分面積が大きくなってきたりしますよね。でも向こうの方は影の方は下の方だけについているとかっていう風になってきたりとか、やっぱりこうそれもこう ものがこうね、こうやって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 向こうってなっていってるというね、何が言いたいか分かりますか。非常にこう奥行きとかを出すのに、利用しやすいものです。次の作品こちらでございます。これは笹団子かな、こちらの作品でございます。違うな。カリンさん、手間をいただく HB2B6B 綿棒、多分ケント氏グレー、今の世の中手間のかかるものが一番贅沢品かもしれません。一方のちまきは何枚もの
笹で美しく巻かれてます。若い頃毎年ご近所からいただく、ご丹精の品を蒸したりほどいたりめんどくさいなんて思ったことを反省する。あ、確かにね、もろたけどこれめんどくさいとかね思ったりする。今日この頃です。5月のデッサンの日に、投稿するつもりで描いたんですが、紙の選択を間違えたのか思うように陰影がつかず、見送りしました。鉛筆画としておにご評願いいたしますということで、ね、確かにそうですね。なんか奈良にも柿の葉寿司ってあるんですけど、あのね、柿の葉っぱ、でもあれ葉っぱ中国製ですよっていう噂で聞きまして、本当ですか、葉っぱ柿の葉本当ですかね。僕東京にいた時に、まあ、あの住んでた下宿の人にお土産で持ってったら、後日会ったら、その大木さん美味しかった、でもちょっと柿の葉っぱ硬かったねって言われて柿の葉っぱ食いはったんやと思ってあ、すみません、ね、あ、こちらの作品です。なんか面白かったなと思います。もう確かにそうですね、ちょっと陰影みたいなののこう光の当たっている方向に対して、影が落ちているということは、斜め上45度ぐらいからこれ当たっているなとなってくると、こういう風な円形のものだったら このぐらいの角度でこう影が落ちてきて、この中っていうのは全部影に落ちてくるなとかっていうのが、なんとなくこう推測がつきますよね。つきますよね。で、にしてみると、ちょっとこう陰影みたいなのがもうちょっと、でもよー手間ね。で、一回こう描いた後もそういうこう影みたいなのをちょっとこうつけてあげてみて、陰影みたいなのつけて、ちょっと色がちょっと良くなかったね、上げてみてもいいのかなという気がしますので、少しこう色の選択ができひんの、おいしょ、ちょっと喧嘩がようやく収まりました。うっさいですね。少しこうですね、影の中にこう落とし込んであげて、いやでも確かにそうですね、ほんとね、まあなんかね、絵とかもやっぱ時間かかるからね、ある程度の値段になってくるというかね、そしてそれをこう身につけていった技術みたいなところもにもこう対価が含まれているのかもしれないですしね。おじさんの絵はよく分かりませんけどね、高かったりしますけどね1時間でこんな値段かって言われることよくありますけどね。あーはーとか言うんですけどね。はーでめんどくさいから会話しないんですけど。ね。でも本当にこう、例えばもう、野球選手なんか何億ともらってるけど、ね、実際問題は、試合は 3時間ぐらいで1年間でこう。でも、それ以外の時間っていうこともね、大谷翔平くんなんかね、費やしてるわけですからね。とかね、そう160キロ投げるためにどれだけとか、絵も同じようなもんやと思うんですけどね。っていうちょっと陰影をちょっとつけてみました。確かにおっしゃる通り、これぐらいついていてもかっこいいのかなと、ちょっと平面的に見えてしまうかなっていうところがありますので、もうおっしゃってる通り、こういったところを、まあ、土台を頑張って作るということを初めの段階でしっかりされてみてはどうでしょうか。次の作品こちらです。おー、もうなんかこう作家さんみたいですね素敵な作品ですね。利休さんですね。油彩キャンバス、油絵なんですね。前回厳しい講評いただき、3日3晩泣いて伏せていました。ジョークですと、今回かぼちゃを描きました。確か厳しいこと言ったな。ちょっとスランプじゃないですかみたいなこと言ったような記憶ありますけどね。かぼちゃでナイフを使ってみようと短絡的な考えでナイフを下に描いてみました。平たく見えますが結構厚塗りですと。お、これ本当これいいじゃないですか。非常にいい作品じゃないですか。すごい素敵ないિいい作品だなと思いますよ。こういうところのマチエル、下地のマチエルもね、効いてますし、なんかこう、背景のこのグレートーンなんかもいいですし、ここに入ってるオレンジ色なんていうのも、すごくこう、絵の中でアクセントになっていて、いい作品じゃないですか。ねえ、わあ、いい作品やなあと思いますよ。ねえ、もう皆さんも、もう本当にこう、作家さんという感じがするような、和木康夫先生って、山口の出身の和木康夫先生のような風合いのマチエルで、ね、大藪正隆先生のような、こう、マチエルで、渡辺優さんっていう先生っていう、
おいくつぐらいやったかな、若かったですよ。70歳ぐらいで亡くなられたんですよね。今から5年ぐらい前かなと思うんですよね。そのちょっと前に僕たまたま個展で見たんですけど、うわかっこいい。もともと安井賞っていうのの最後の方で撮られてるんですよね。1990間違えたらすみませんね、6年か7年で、でゴッテゴテしたマチエルでかっこいいなと思ってて、でその後ももういろんなこう団体とかには属さずに一人でやっていて、見てくれはひらがなで渡辺優って多分、ね、渡辺優さんやと思う、名前間違ったら失礼な、多分やと思うんですけど、で ほんのちらっとこうさ本人を見て話しかけられなかったですけど、ハルク・ホーガンみたいな感じなんですよ。なんかすっごいかっこいいなと思って、で作品もかっこよくて、で銀座のあの画廊、ビルの中にいっぱい入ってるところがあるんですよ。ビルの中にちっちゃい画廊がいっぱい入ってるところがあるんですね。でそこのところでされてて、うわーと思ってかっこやなと思ったんですけど、ものすごい鍛えてるのか、めっちゃマッチョで、なんかターバン巻いて、ほんとハルク・ホーガンみたいなと思ったんですけど、ちょっとそんな感じをちょっと調べられてもいいかもしれませんよね。で急に亡くなられたから、うわめっちゃ鍛えてたんちゃうかなっていうぐらいの体だったけど、あ亡くなられたやっていうのなんか覚えてますけど、僕はすごい好きな作家さんの一人です。ぜひぜひ調べられてみてください。作品がすごいいいのでダラダラと今脱線してみました。まあ本当にこう、この前の239回の時にも一ちょっちょろと言うてる、本当にこう自分のモチーフを探していくという和木康夫さんなんていうのは、自分のこうなんかもう手作りのおもちゃとか作って、なんかねブリキのおもちゃとかですね、で元々の原体験としてはシベリアに緑流されて捕虜になっていた経験を持っていたとか、ものすごい大きなこうバックボーンがアイデンティティがあるからこそ生まれてくる何かっていうところはあったりするんですけど、非常に良い作品だと思います。そういったことも少し考えられてみてもいいかもしれません。次の作品こちらでございます。あいいですね、ひろこさんのね、なんか雰囲気が出てますね。伐採される森と取り壊される野球場、ウィンズ&ニュートン、ある種 26×36、 神宮外苑に10月スケッチ来ました。球場とラグビー場の建て直しが発表になったのは2015年、その時は200本の木を切る必要があるとのことでしたが、2022年にその10倍の2000本の木を切ると発表され驚きました。最近は3000本とさらに木が大きくなった、数字が大きくなっています。小坂本龍一さん、村上春樹さん、桑田佳祐さんなど著名人が反対の声を上げて東京で問題となっていますと。二酸化炭素をたくさん吸ってくれて、夏の暑さから和らげてくれる神宮の森をなんとか守れないかと願っています。言葉ではなく絵でメッセージを伝えようとしましたが、伝わっているでしょうか。ライトは正面に当たる太陽光を真理の光に見立てましたということでございます。あ、そう。なんか僕もちらっとなんかニュースでこれは見ました。なんかまあ、ね、もう東京住んでないから分かんないし、でも外苑のところとか僕も何度か行ったことありますけどね、大きい木。でも、こうやっぱり管理とかもやっぱ難しいんでしょうね。なんかその管理とかがこう、うまくこうできるような何かシステムみたいなのに、やっぱ老木になってくると、ね、木のこう、手入れ管理みたいなのが、やっぱりこう必要になってきて、その管理とかができるような、安価になってくる、安価にできるような、なんかになってくればいいんでしょうねっていう風にニュースを見ながら僕なんか思ったり、多分そっちの面、コストの面が相当かかるからなんちゃうかなって、そのニュースで言ってたか分かんないけど、なんかそんなことを思ったりとか したりしたんですけど、で残せるもんならやっぱ残せした方が絶対いいなと思いますのでね、なんかこう便利に世の中になっていく時に、そういうこうなんかこうどうしてもこう公務員とかっていう仕事っていうのはある程度こうルーチンワークみたいなのあるんですよね。でもそこの中でなんか便利なものとかをどんどんこう活用できるようにね、なんか新陳代謝ができていったりすればいいのになと思いますよね。はい、元公務員だからよくわかりますが、なんかすごいひろこさんのこう鮮やかな色を使いながらの作品作りみたいなのをすごい伝わってきますよ。なかなか綺麗な作品ですね。ちょっとこう抽象的な感じもあって、まあ、本当にそうい こう森をどんどん絵描きに行って描くことで抗議するというかね、大事なことなんかなというふうに思います。3000本って逆にね、
大阪オリンピック大阪の万博のあの輪っかは全部壊すとか言うて、この何回か前もね、あの1970年の大阪のエキスポの絵を描いた人が鉄球で壊したとかっていう話とか、おええと思ったけど、今回もねそういう建物とかも全部壊すんやと思うとね、壊さなんないの、知らないですよ僕は。ね、若い作家さんになんかアトリエとして貸すとか、なんかそういう企画があれば面白いのにね、なんかと思ったりとかするんですけどね。もう一番若い作家さんに駒の大きい絵を描けるアトリエとかね、居住費とかやったりしますもんね。でも素敵な作品ですね。いや、あの、なんかこれを直すっていうのもすごい難しいので、こここうしたらとかって、なんかこう、どういうふうにこれからこう、そういうメッセージをこう、伝え出していけるかっていうことは、ね、絵画とかでどういうふうにやっていけるかなっていうのをこう考えられていったらいいんじゃないでしょうかね。本当にこう巨木とか昔のこう古木になってきた時の多分メンテナンスの大変さっていうところが、やっぱり維持管理費っていうところをどういうふうにこう、あのね、あの捻出していくかということよりも、なんかこう技術とかによってなんかできるようになっていくようななんかがですねよわからないですけどね、適当なこと言うてますけどね、あの本当なんか日本の果物はめちゃくちゃ美味しくなってるなと思いますもんね。あるとやっぱ品種改良、日本人のああいう勤勉さやと思いますので、そういうこうね、こう老木とかをうまくこう再生させていく、そして維持ができ、まあ、はい、すみません。作品関しては素晴らしい、いい作品だと思いますよ。綺麗な作品でいい作品だと思います。次の作品こちらでございます。そういうなんかこうテーマ的なものが出てきてるっていうのはね、皆さんね、いつもお世話になります。三河の適当男、レモンの生物、サムホールキャンバス、油彩。過去作ですがよろしくお願いします。名古屋の個展近づいてきましたので、すごく楽しみしてますと。めちゃくちゃ人見知りの性格ですので、前に出られなくなるかもしれませんが、会場でお会いできたらよろしくお願いしますと。いろいろお聞きしたいことありますが、ぜひぜひ聞いてください。あの絵の具のつき方とか、こうすごいグレージングとかうまいことをこうやってて、よくいい作品じゃないですか。モチーフ自体はね、そんなにこう面白いモチーフかというとこうね、そういうところあるかもしれませんけど、なかなか悪くないんじゃないですか。まあ、皆さんにこう結構こう言えることなんですけど、こういう作品に関してはやっぱりモチーフのなんかね、面白さみたいなのとか、あとはやっぱ光でしょうね。光の設定とかをね、どういうふうにこうしていくかっていうことが、ちょっとこう大事になってくるし、この黄色なんていうのも、少しね、鮮やかな黄色とか、光の設定を少しこう変えてあげたりするだけで、もっとこうドラマチックにですね、まあもう本当にこう、横から当たってるようなこう光みたいな感じにしてあげて、ちょっとすいません。もう本当にこうドラマチックにっていうね、言葉がうわめっちゃかっこええやんって言えるようなこう設定とかを、もう本当に、闇の中やったら闇の中にこうシューッと静かに入れてやってみたいな。こうタンブラーね、このカクテルを作るタンブラー、ちょっと横の方のに光を変えてみました。まあ、それだけでもちょっと印象変わりませんかね。真横の方に光から光当たってるっていう設定に少しこう変えてみたりとかしました。やっぱこうどれだけいかにかっこよくやれるか、どれだけこうかっこよくやれるかっていうことを、ですからですね。で、よりレモンちゃんのもうなんかね、世界観をどれだけこうかっこよくこう見せてあげれるかっていうことを少しこう考えられていって、まあ、レモンだけじゃなくて、こう自分の本当にこうモチーフとかっていうのを探していくっていうことをぜひぜひされてみてください。絵の具の使い方、技術的な部分では全然問題ないかなと思いますよ。ここでお知らせです。皆さんも鬼高評価出してみませんか。鬼高評価出すにはメンバーシップの会員登録というのが必要です。で、皆さんご覧いただいているこの鬼高評価というのはサブチャンネルというチャンネルでございまして、メンバーシップの会員登録には本チャンネルの方、ペインター小木曽の方にございます。このメンバーになるというのを押していただくとこう進んでいきますので、そこから登録いただければと思います。メンバーシップの会員の特典としましては、鬼高評価への参加、 あとは似顔絵を私が個展などの時に、書いてあげたりとかもします。
あとはスケッチ旅行とかオフ会なんかも参加することができます。あとは、ライブ配信などですね、事前にこの場所でやりますという告知をしたりとかっていうこともしますし、いろいろ特典ございますので、事前にですねちょっと教えれないような情報とかを皆さんに教えたりとかっていうことも しております。ぜひぜひ、参加入ったり出たりしてものって結構ですのでね、1回登録者2回出せますので、また出たり入ったりしていただいて結構です。あとは絵が安く買えるかもというのもございますので、ということです。あとはメンバーシップの中にちょっと下の方行くとスペシャルサポーターというのあります。ちょっとお高いんですけども、これ1年に1回何か、半年間加入いただいた方に1年に1回何か、それ相応のものを、勝手に一方的に、クリスマス時期に送りつけてやろうという企画でございますので、よかったらそちらも、ご覧いただければと、参加いただければと思います。それではまた本編どうぞ。次の作品こちらでございます。お、ラフランスですね。葉っぱ付きのラフランスなんかあるんですか。埼玉深谷さん、豊子さん、埼玉深谷の豊子さんかな、卓上用なし、F65 ホワイトバスさん、お世話になります。鬼好評、レベルが高くて出していいか迷いましたが、友人そんなことが、あ、初めての方かなこれ、すみません、もしかして初めてかもしれないですね。友人がそんなこと気にしなくていいと言ってくれたので、めげずに出しました。ごめんなさい、一番最後になってしまいました。ごめんなさい、気づかんかった。室内で描く時、光が一箇所でないので、光の方向を決めた方がいいでしょうか、よろしくお願いいたしますと。もうどんどん出していって、自分のこう他の人とこう見てみてですね、こう見えてくる見え方とかなんかこうあればいいと思いますし、そういうふうにこう疑問を持ってらっしゃったら。で、やっぱり一方向のが描きやすいは描きやすいですよ。今僕これ二方向なんですね、私自身がね。でも、こっちの方がやっぱ描きやすいは描きやすいです。こっち側だけとかね。で、描きやすいは描きやすいですし、演出とかもしやすいです。でも、あ、ごめんなさいね。ちょっとメールしとかんといかんな。ごめんなさい。初めてやったか。なるべくこう、あの、件名とかに書いてあったりするとすぐ気づくんですね。件名のとこに、初めてですとか、何回目ですとかっていうふうに書いてくれると、皆さん助かります。あの、一枚一枚全部見てから始めるわけじゃなくてですね、あれですね、もう本当に適当に選んでいかんとですね、こう忖度が働いて遅くなったり早くなったりしてしまったりするので、でも懸命に初めてですって書いてあるやつだけはもう早めに開いたりとかします。よいしょ、うん、いやもうそうですよ、もう早い方がいいですよ、もうね。でちょっとこう一方向にしてみた雰囲気にしてみました。どうですか、ちょっとかっこよくなりませんか。どないですか、どないですか、どないですかね。でちょっと影の色みたいなのが、この青っていうのがもうちょっとこう渋めでもいい、この絵に対しては渋めでもいいのかなっていう感じがしますよね。渋め、もうちょっとこう渋めで、でなんかこう、ごめんなさいね、おっちゃんなかなかね、よいしょ。でも一枚一枚全部開いてしまうと、こう既読っていうこうなんかじゃなくなってしまうから、そうなるともうどのメール見たとかどのメール見てないとか分からなくなるから、もう開かずに決めていくんですよ。もうよいしょ。だから懸命でしかこう判別しようがない、何言ってるか分からないでしょ。はい、分からなくていいですよね。でちょっとこうね、影のところとかので、影ってね結構ね、絵の中でね、いい要素になるんですよ。どうですか、でなんか本当にこう、これどうしてもこう上から光っているのか、どちらから光っているのか、描いててもやっぱ難しいと思いますし、立体感とかを出すのも難しいんですよ。でちょっとそういうこう逆光やったら逆光っていう風にしてもいいと思いますし、自分のこう光の方向みたいなのと、でちょっとこう影に関してはどんな色を選択してもいいと思うんですけど、ある程度こうちょっとサイドが高いかなと、鮮やかすぎるかなっていう感じがしますので、少しこうサイドを抑えてあげたりとかしてみてください。で、まあ、モチーフの、ね、背景からこういう風にこう形を決めるみたいなことは遠慮なくこうどんどんしていっていいと思いますけど、今やったらなんかちょっとオレンジだけやったりするので、でも本当にもうね、どんどんこう皆さんで成長していきますし、あのペンネームでやってたらね、あのまた途中でペンネーム変えたらいいので、ね、変えたりもできますしね、
気に せずにね、どんどん出してくださいね。本当もうそう早い方がいいんですよ。もう絶対そうなんですけどね、なかなかこう皆さんね、勇気がないわとかね言うんですけどね、こうね面白いじゃないですか、こうやってね、こんな風にこういろんな人でいろんな人がこうつながっていくんですよ。もうそれが面白いなと思いますよ。こう飲み会とかしても僕をほったらかしてみんなでも盛り上がってますからね、メンバー限定のねなんか飲み会とかしてもねおもろいなと思いますよ。ちょっとこういう風にちょっと影の色とかも注意されてみてはどうでしょうか。次の作品です。こちらでございます。わあ綺麗な作品やね。こちらの作品です。巨石群の秋、老陽さんですね。福岡の老陽さん。あ、これメンバーシップ限定の時画像がなかった方ですね。車であちこち出かけて写真を撮っていた頃、今は近場のお買い物運転限定です。大分の国東半島の恵比寿の巨石群を展望台に撮った写真を描きました。いつか描きたいと思いながら手つかずでした。福岡の展示を見て圧倒的な、聖地作品を見てとにかく聖地にと描きましたが難しいです。根気が続かず適当に妥協しました。好評お願いします。まあ、皆さんがもう目指す方向みたいなのに よりけりでいいと思うんですよ別にね。でちょっとこうなんかこう緑色要は細かく書き出す前の段階の仕事みたいなのがちょっとこう足らんかなという感じがして、もう少しこう大きくこう緑とかで大きめにね、暗い明るいとかっていうのが書き分けられて、つい最後になんかこう細かい仕事とかが入ってくればいいんですけど、ちょっとこう一層二層目ぐらいでちょっとこう今陰影みたいなのをこうつけるみたいな感じで、少しこう二層目ぐらいの仕事、やっぱこうプロセスってある程度こうね ある絵があってもいいし、もうそんな難しいんですけどね、油絵なんかで、アラプリマっていうもうプロセスなくね、ガシッと行きましょうみたいな絵もあっていいしね。その辺っていうのなかなか、でもこの絵に関してこう細かく描いていきたいっていう時にもう一段階こういう仕事が入ってきてこないと、なんかね、唐突にこういきなりこう来てるので、間の仕事みたいなのがないなっていう感じがします。ちょっとその間の仕事みたいなのを入れてあげるのと、意外と空、大事ですよ。空大事ですよ。空のところ、どん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 ね、こうやってね、もう本当に。で、雲とかの形とかもね、やっぱこう絵の中では意外と構成の要素として僕は大事だと思ってるので、まあ雲がどんな形やったでしょうとかっていう人はいないので、絵の中で自分でいい形みたいなのを探していくと。いい形って何ですかって言われたら、やっぱその絵の中で自分が、なかなかその辺のね、こう趣味、好みってなかなか難しいじゃないですか。洋服の趣味とかでも人それぞれによって違うわけですよね。で、こう空とかのこう雲とかもやっぱりこうその人の趣味好みみたいなのとか、あとは画面の構成として、こういう形がいいかなとか、ちょっと今の段階だったらそこまで考えられてない感じがするので、例えばこういうふうにこうある程度大きい青い面積がギュッと入ってきたらどうなるのかなとかですね、ちょっとこう見え方が変わってきますよね。で、こういったところも絵の中の構成の大事な要素として、洋服着るときにこの服を見せたいからこのズボン履こうとか、こういうこうピアスをこうしたいからこういう服を着て、ああして口紅でしょ、こうしましょうとかって言い張るんでしょ、わからないですけど、男性もそういうのないんですか。そういうのをこうこの色を見せるためにこうあって、じゃあこういうところがあってとかっていう風にこうなってくれば、より作品良くなっていくと思いますよ。ということで残り3枚、こちらの作品でございます。頑張りましたね。お世話になりますと、風邪の治りが遅いとのことね、本当にアデノウイルスやったっけな、多分弟がようやくね今日熱下がったと、今日土曜日ですけどね、少し落ち着いて疲れが出たのでしょうか、名古屋の個展万全になってる、多分大丈夫だと思います。今回18回目のわ18回上野公園でのスケッチに加筆したものです。よろしくお願いします。みちみちさん45歳、修林、作品サイズある種細め 41×31300g 水彩水性画紙、建物スケッチのリベンジのつもりでしたが、やはりまだまだちょっと良くなってますよ、良くなってきてる。
川瀬、の木版画のような雰囲気を目指したのですが、現場でうまく下地のグラデーションが作れなかったせいか、結局家に帰ってから画質で描き込んでしまいました。お願いしますということで、ね、木版画のあれですね、これね、これも若干形怪しいよな。みんな難しいものを買い取るなっていう、これもあれですか、あれと一緒ですか。こうでこうでこう、あ、大丈夫そうかな。もう一歩これがもう一歩ほんの少し下がってきた方がいいのかな。こうあってこうあって、でなんかこうこの辺の形がちょっと違和感があるよね。こう向こうにも同じようにこうつながっていってるわけやから、ここがおかしいのかな、それともここがおかしいのかな。ここの角度がおかしいのかな。どうかな、ちょっと分からんけど、この辺のなんか違和感を感じるなっていうところがあります。これに関してはちょっとずつ大きくなっていくタイプなのかな。こういう感じでいいのかな。で、本当にこの辺っての形がおかしいとすっごい違和感になりますから、もうすっごい気になるんですよね。なんでしょうかね。うん、よいしょ。建物系はね、難しいですよね。でもそれに果敢にチャレンジしているところは僕は好感持てますぜ。ほんの少しだけ、分からんけど、ちょっとここのなんか違和感がずっとこう気になるなと思いながらこうちょっと直してみました。それとこれでしょう、この緑、これ何ですか、これワカメですか。ワカメがデーンって、ワカメ、巨大ワカメお化けが出てきたんですか。デュエー、なんかよう分からんけど、巨大ワカメお化けが攻めてきたんでしょうかね。後ろのこの建物の書き込みに比べて、まあ、何も線やったら線でもいいんですけど、若干のなんか葉っぱやったら葉っぱでもなんかね、なんかこう、少しこう見えててもええのになっていう感じがするんですけど、なんかね、このワカメお化けがこう気になる、これワカメお化けですか？何ですか？ワカメお化け。この辺がねどうなってたかざくっと多分描きたかったんでしょう、多分ね。そういうのができんかったやろなっていう感じはしますけど、なんかこう一番こう出っ張っているところの一番 端っこのところのなんか葉っぱやった葉っぱだけでもちょっとこう描いてあったりするだけでも、ちょっとこう何かやなって人は認識してくれたりとかするから、端っこのところとかっては大事やったりしますよ。なんか端っこのところとかね、ねいいとこなんかだいぶこう良くなってきているので、ね、いいとこいっぱいありますけど、本当に形のね難しさみたいなのがどこやろうな。屋根のどこやろうな。ずっと探しとるんですけど、なんかほんの少し違う気がするよね。そういうこうね難しさみたいなのはね、もう本当にどっか違うかな、どこやろな、なんかちょっと違う気がするな。でもこうやって外で描いていくということもすごい大事やし、こう皆さん本当に雨が降ってきたやなっていう感じも面白いなっていうふうに思います。ちょっとワカメお化けの問題と屋根の一番上の方がなんかちょっと違和感があるなとか、そういったところにも現場でぜひ気づいてみてください。はい、次の作品でございます。こちらの作品です。遅くなりました、すみません。こちらの作品です。もういつもいいですね、竹地智子さん、タイトルは命短し F85 ミューズランプライト透明水彩、一部に水彩色鉛筆透明、アクリルを使用しています。近所にレンコン畑を見つけて嬉しくなり絵にしました。ハスは葉もつぼみも花も枯れた後も絵になります。なりますよね。葉も巻き葉が可愛いですと。ハスの葉には午前中に咲いて午後にはしぼむという習特性があります。これを 3,4 日繰り返してその後散ってしまいます。これを人生に見立てて命短しとしました。よろしくお願いいたしますということで、ね、なんか自分の中でこうテーマを決めて、いやなかなかこの黄色、葉っぱの黄色とかすっごい効いてますね。いいですね。なんか、枯れたものとつぼみと咲いているというこの段階が
ね、でも上の方がこう枯れているという、これがなかなか面白いですね。いや、いい作品じゃないですか。え、何も言うことないぞ何も言うことないぞっていう感じですけどね。まあなんか、まあ、まあもう私やったらシリーズですけどね、私やったら。いや、竹内さんもね、ほんとすごい素敵ですね。いやー、上手になってきて、みんなね、楽しみですよね、なんかね、皆さんね。皆さんがこう、いろんなところ、も四国の方ですからね、お会いできる機会とかがあれば面白いですよね。一年に一回ね、なんか、いいかも、派閥のパーティーみたいな感じでね、あ、派閥とか言うとあかんのかな。ね、いらんことすぐこう口を滑りますよね、ほんとね。ちょっと上のこう、ところの雲の形は どんなもんかなと。ああ、竹内さんのがええかな。逆にここの上の色面がもうベタな面に近い方がどうやろうか。ベタに近いのはどうやろうか。ね。なんか、ほんの少、あ、レイヤーつけるの忘れてました。チュッ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 。よいしょ。ね、もう本当にすごい素敵な作品だと思いますよ。特に今回のはなんか自分で作ってますよね、相当ね。なんか色もすごい作ってるなっていう感じもあるし、自分でこうその、モチーフの中のストーリーみたいなのつけてるのもすごいいいなというふうに思います。なんかすっきりしてもいいのかなってふと思ったんで、ちょっとやってみたりしました。まあこの辺は好みの問題だったりすると思います。非常に良い作品だと思いますよ。もうほぼ何も言うことないんちゃうかなと思って見てます。いい作品です。竹内智子さんのハスの作品でございました。こっちの方がいいな。はい、もともとの方がいい気がします。素晴らしい作品です。最後の作品、すみません、遅なりました。こんな作品でございます。お孫さんじゃなかった。西崎さんですね。砦のじいさん、西崎さんでございます。シナベニエンジェスアクリル8号。アクリルなんですね。イタチ。14匹のネズミ、かっこ引っ越し。この絵本の中に、僕たちネズミはイタチに食べられちゃうんだ。逃げなきゃという場面があります。先日、茨城県自然博物館に孫を連れてきました。あの元気のいいお孫さんですか。うちのチビより元気がいいと思ってしまったぐらい元気のいいね。男の子たち2人でございます。ネズミを捕まえたイタチの剥製が展示されていました。それを見た孫、絵本の話を思い出したのでしょう。目が点になり体も固まってしまいました。可愛い姿です。その姿の表情を描こうかと思いましたが、今回はイタチの方を描いてみました。よろしくお願いいたします、ということで面白い。いや、でもアクリルですごいお上手です。よく描けているなと思いますよ。ねえ、なんかネズミを加えているなっていう感じで、これ最後の方になんかこう薄くこうなんかねえ薄くこうちょっとこうグレーズとかしたくなりますよね。こうネズミちゃんのところとかの下の方とか、イタチちゃんの足の方とか、影になってるところとか、ほんの少しするとすんごいかっこよくなりそうな感じの絵ですよね。ほんの少しこうグレーズをしてみるとかですね。ちょっとこう、そうするとこうなんか平面的なのが少し立体的に見えてきて、ね。ほんの少しこう、まあ、水で溶いたようなとか、もうメディウムとかがあるならば、グロスポリマーメディウムとか混ぜて、で少しグレーズして、で最後にちょっとこう輪郭から、外側から決めるところとか、もう少しこう不透明で描くところとかがあったりとかすると、ドラマチックにこうどうですか、なりませんかね。ガガガガッとこう書いてある背景のこういう塗り方も、雑に見えなくて、非常にこうね、ピタッと塗ってしまって上手に書いたっていうのじゃちょっと面白くないので、なんかそうこういうところとかもすごくこうザザザーと書いてる筆致みたいなのも面白いなと思います。
こういうところね、こういうところを少しこうですね、できてくると、あの絵作りができてきて、ドラマ性みたいなのが出てきたり、こう絵画性みたいなのが出てきたりとかすると、すごいかっこいい作品になるぞということを。でも今ちょっとお孫さんから離れてね、いることによってすごくこう画力も上がってきてるような気がするんですけどね。それでもお孫さん描いたらまたわからないですけど、よりドラマチックにしてみました。まあ、これぐらいなんか薄くこう水で溶いたような感じで少しこう書いてあげるような仕事とかも画面の中に入れてあげてもいいのかなというふうに思ったりとかします。ということで、240回は以上です。次は12月の21日で募集でございます。あと勝手に公募展12月の23日待っております。たくさんね、年末わちゃわちゃやりましょう。ではチャンネル登録よろしくね。バイバイは？バイバーイ。バイバーイ。面白い？面白い。バイバーイ。面白い。超いい？いい感じ。